アンジーの寄せ植え、シルバーリーフを添えて中心に花が集まるように植える。素敵。オーレアとシルバーの組み合わせ。これちょっと上級者テクニックじゃない、はい、いいっすね。ありがとうございます。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。グリーンギャラリーガーデンのケスケです。そして土山澄です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日はパンジーの寄せ植え、シルバーリーフを添えてですなんですかそのレストランみたいな高級レストラン風なタイトル ですね、はいはい、やっていきましょう、はい、あ、なんか冬っぽい感じになりますよ ね。シルバーリーフって雪みたいな色、うん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 、冬になるとシルバーリーフがたくさん出回りますので、はい、お好きなシルバーリーフを使ってもいいし、はい、それからあと花に合うっていうか主役とかに合うものをどうやって選んでいいかっていうことを今日はお話しできたらと思っています。はい、では早速よろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします。シルバーリーフを使ったパンジーの寄せ植えです。これはまだ植わってないですけど、これは午前中にちょっと植えてみました。ああ、そうなんですね、はい、これはなんでこれを選んだかっていうと、はい、この間の YouTube でピンクの寄せ植えが人気だったんで調子に乗ってあの2匹目の土壌を狙うみたいな感じでピンクで、ピンクとシルバーリーフで作りました、はい、そして容器もこの間のとちょっと似てる感じですよね。色が、色合いがピンクっ、はい、ぽいものにピンクを植えて、引っ張ってますね前回の、はい、植えたらいいかなと思ってちょっと植えてみました。素敵ですね、正面はこっちかな、はいはい、はい、ピンクとシルバーすごくよく合います。優しいピンクに優しいシルバーリーフを入れることによって、はい、よりこう優しさが出る感じです、うん、なるほど、はい、ピンクもね、はい、いろんなピンクがありますから、ね、はい、まあ、それについてはあの、はい、シクラメンの動画に、はい、見ていただくといいかなと思います、はい、そして今度はこれもピンクっぽいですけれども少し黄みがかっってるんです。なんかオレンジに近いような、そうそう、こういう色とかこうなんか濃淡があるんですよね。つぼみの時はちょっと濃いめの確かに、はい、色で徐々に薄くなっていって、はい、ピンクのような色に徐々になっていく、キューティーっていうパンジーです。キューティー、今パンジーが、パンジーもビオラもそうですけど、はい、徐々に出回ってきて売り場が華やかになって、はい、冬のような様相に徐々になってきています、毎週来ていただくと毎週違う感じに出会えて楽しいと思います、うんうん、で今日はちょっと四角い容器です。たまにはいいかなと思って、うんうん、そしてそれにパンジーを4つですね、こう4つ入れようかなと思って、そして間にシルバーリーフのシルバーレースって言われるんです。シルバーレース、はい、恒例用類もこちらにもありますけどちょっと繊細な雰囲気になりますね。名前はそれぞれ何て言うんですか。これは白たえ菊。白たえ菊、春になると黄色い花が咲きます。でこういう風な白たえ菊でも丸葉の白たえ菊、こういう丸葉っていうんですよね。これも白たえ菊、丸っぽい、はい、白たえ菊です。こうギザギザが少ない。そうしてそれからこれエンジェルウィングっていう、なんちゅう名前だ。そうなんですよ、天使の、ね、かわいいですよね。本当に天使の羽みたいな雰囲気です。ランドセルかなんかですかね、はい、違うとは思いますけどこれセネシオっていうやつですよね。セネシオエンジェルウィングスですね。他 の、 あのシルバーリーフよりも白が際立っている、うんうんうん、とても真っ白なリーフです、はい、こういう風にほら白と白、白とシルバ ーすごく綺麗。こうやってもいいし赤にシルバーでもとてもすごい、なんかクリスマスっぽい、ぽいですよね、うん、クリスマスの寄せ植え作ろうと思ったらシルバーリーフと赤白っていう風にやると、うん、はい、とてもあのまとめやすいです。これもシルバーリーフですよね。エレモフィラグラブラ、エレモフィラグラブラ、これを真ん中に植えて周りをこういう風に花で囲んで、はい、こうやってやっていくと綺麗かなって、この辺がこう動きが出て花と花の間から葉っぱがこう出ますよね。でそうしてこれを溢れるように、そういうちょっと器が間口が大きい時は主役を多めに入れる感じですか。そう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 、そうです。今日の容器はこういう小屋しマットが、はい、小屋しマットがもう入っているのですごく使いやすいです。でその中に鉢底石を、鉢底ネットとかいらない、穴いらないですね、穴が開いてないですからね。で一並べしました。でそれから土入れていきます。2センチぐらい、そうですね、鉢底石は、はい、元肥を入れて、はい、よくかき混ぜて根鉢の高さに合わせて半分くらいまでですね入れます。
そうして植えていきます、はい。前の方がこれ今4つあるんですけども、前の方が低い方がいいですよね。で後ろが高い方が前から見た時に後ろの花も見えるようにしたいので、こちらの方がちょっと低め、後ろが高め、あとは前の方が可愛い子とか花がいっぱいついてる、うん、で後ろはほら比較すると、はい、こちらの方が背が高くて、例えば花がそんなについてなくてもいいかなって、うん、前の方がやっぱり大事ですよね、うん、ってことでまず前を植えます。肩の土を落として、この足元の葉っぱをこう何枚か取りますよね、下につくような、はい、こうしてこうやって見た時に回っているっていう状態、白い、はい、蜘蛛の巣のような感じになっていることが多いです。確かに、はい、このくらいになっていたら結構こうほぐします。ほぐします。このくらい、このくらいほぐします。ネザーランドが邪魔し、はい、カートの巣を広げるような感じ、こんな感じにしますね、はい、そして前に向けて配置するっていう感じですね、はい。揉みほぐしながら出して、ここはね2つで1つみたいな感じに私は植えたいなと思って、そしてその次これ真ん中に植えようと思ってましたもんね。これエレメフラグラブラ、肩の土、エレモフィラグラブラいいな、はい、これ好きです。このくらいしてます。年間いけるんですか。いけます、寒くなる前に植えてあげれば寒さに耐える感じです。こういうふうに例えば2つついてたら、こっちが大きくてこっちは小さいじゃないですか、花が、花が、ね、だから大きくて華やかな方が中心近く、なるほど、そうでもない子はこっち、うんうん、とかいうふうに中心に花が詰まるように植えると綺麗です。中心に花が集まる、やっぱり中心にこっち、はい、こっち、こう、こんな感じかな。なんか花の間からこの茎がこう飛び出てるような感じに植えるといいかなと思います。こうやって、そして次シルバーリーフなんですけど、このシルバーレースが一番こう優しい雰囲気があると思うんですよ。でかつこう同じところに植えるんじゃなくて、やっぱりいつもちょっとこう対角線、はい、対角線に植えたい。でこうやって見て低い方が前で高い方が後ろなので、こっちの方が低かったのでこちらを先に植える。ここにこう、こう、あ、素敵、こう優しい雰囲気ですね、はい、主張しすぎず、はい、優しいですよね。後ろに行きたい、うん、そうしてね、はい、シルバーリーフにこう黄緑っていうかオーレアっていう、オーレア、その色を、ね、合わせるとまた明るくなる。あ、そうなんだ、まあ、これだけですごく優しく終わってもいいんだけど、これ足すことで明るさが出るし、ここに黄色っぽい花があるので、うんうん、つながりでちょっとこんなのができる。やっぱしこれロニセラなんですよね。でロニセラは株分けもできるし、うん、それからたくさん土を取っても大丈夫です。で結構じゃ狭い隙間に、はい、はい、入れて大丈夫ですね。でシルバーのそばに持ってくると綺麗です。どうよ、こうやってこうやって、うおい、なれます、はい、綺麗です。もう一個入れちゃうかなってこの辺にこうやって入れようかなって、素敵、オーレアとシルバーの組み合わせ。あ、いや、ね、はい、この2個目がめっちゃ効いてますわ。本当ですか。ちょっとそっち側で見ます、うん、土をチェックしてもらって、はい、多いですよね。あ、でも低いね、ちょっと、あ、ちょっと低い、ちょっと低い、これが、そう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 、これが低い。こうやって見るとこっち側の方が立体的じゃないですか、はいはいはい、こっち側の後ろがぺったんこなんですよ。あ、確かにここがベターっと、はいはい、なのでそっち側がちょっとふっくらしてる方がいいですよね。なるほど、ってことで、ってことです。という場合はどうすればいいのか。これを組み替える、うん、組み替える。でこれをこう分けて、あ、株分け、株分けして、例えばこれはこっちに垂らすでしょ。これちょっと上級者テクニックじゃない、はい、そしてこれを違う方に、ほら、こう、こうやったりする、ちょっとこうやったりする。動きが出た。あ、そうそう、あ、はいはいはい、あ、こう、こんな感じで、さっきよりほら、あ、立体感、こっちが立体感出てきましたね、うんうん、さっきこっちだけが高くて、うんうん、こっちがぺったんこだったんですけど、はいはい、これをこうやってやることによって、うんうんうん、ちょっとほら立体感出てきて、はい、ですね、入れ替えました。そして我らが黒竜を入れてもいいんですよ、入れなくてもいいんですよ、どっちがいいですか。一回入れてみましょうか。一回入れて、皆さんね、黒竜待ってくれてる、そうですか。こっちでもいいし、うん、やっぱ黄色と黒って合うかな。そう、私はねこっちだと思います。こっちですよね、はい、そうなんですよ、黄色と黒合うんですよ。だってほら、うん、遮断器のところカンカンカンって、カン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 で黄色と黒じゃないですか、
いや、もなんかいい例えないですか。なんだろう。ちょっと出てこないから、ね、またにしましょう。まあ、はい、あのはっきりくっきりする 色、はい、色合わせっていうことですよね。うん、やんちゃな黒竜っていう感じが出て、なんかやんちゃな感じが出てますよね。初めてのワード出ました。はいはい、やんちゃ。はい、なんかいろんなとこ向いていて、うん、クックルしていて、可愛いカールのしている感じ。なるほど。はい、がいいかなと思います。いいですね。まあ、こんな感じで組み合わせるといいかなと思います。はい、で、あとはいつものようにしっかりと土を入れたら出来上がりです。はい、はい、ということで完成です。はい、ありがとうございます。はい、ということで完成しました。完成です。いいっすね。ありがとうございます。今日もハロウィンの寄せ植えに引き続き、はいはい、ビビッと来てます。ありがとうございます。いいえ。はい、優しい色がやっぱり皆さんお好きかなとか思って、ね、なんかすごい、はい、あのシクラメンの寄せ植えがね、はい、非常に好評で、はい、皆さんああいうのが好き、そうですね、閲覧数がこうガーッと上がったんで、うん、私もびっくりするとともにですね、嬉しくて、すごいチェックして、はい、嬉しくて1万回再生とか書いてあるところの100回ぐらい私かもしれない、まあ、そこまではいかないですけど、はい、まずそううっとりしてずっと見てるって、その、はい、いやでもこの間 YouTube を見たって言って、はい、全く同じものを一式、はい、お店に買いに来てくれた、ありがたいです、方もいて、はい、ねえ、はい、本当にいろんな方に見られてると思うので、ね、はい、これからどんどん頑張っていきたい、はい、励みになります、はい、まあ、ということで今回、はい、ね、パンジーに寄せ植えということで素敵な仕上がりになりました、はい、ぜひぜひ皆さんもよろしくお願いします。やってみてくださいね。はい、ではチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。